い、どうも、奥田大輔です。このチャンネルはですね、阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をお話をしております。で、今はですね、シーズンオフですので、阪神タイガースに限らずプロ野球の様々な話題を阪神ファン目線でいろいろ語ってですね、感想を述べていますので、もしですね、阪神ファンの方、こちら、ご覧の方とかね、お聞きの方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録とかですね、フォローの方よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、ちょっと昨日、一昨日の話題になるんですけれども、今シーズン限りで引退をですね、しました藤川投手、元投手ですね、藤川さんが、阪神タイガースのですね、球団特別補佐に就任をしたというですね、そういったニュースが飛び込んできましたので、こちらについてですね、お話をしていきたいなというふうに思っております。で、ですね、まずその、特別補佐というのは何かっていうことなんですけれども、まあ特別職ですよね。そのメジャーとかではね、よくあるみたいなんですね。メジャーリーグとかでは、その球団に対してですね、すごく功労のあったですね、選手が引退した後に OB になった時にですね、特別職という役職を与えて、球団にですね、席を置く感じですよね。要するに、一 OB として外からですね、ワイワイ言うというよりかは、一歩踏み込んだところで球団のですね、運営にこうアドバイスをしたりですね、携わったりすることができるですね、そういった特別な立場ということですよね。最近でいくとですね、イチロー選手がそうでしたよね。会長付き特別補佐っていう形で、スペシャルアシスタントっていう形でですね、残りましたよね、球団に。これがメジャーではよくあるということなんですけども、日本球界ではですね、結構珍しいのかなというふうに思いますし、阪神タイガースでは異例と言っていいんじゃないですかね。その、引退してもうすぐにですね、特別職を与えて、球団のですね、こう、経営に携わってもらう、運営に携わってもらうっていうのを表明するっていうのは、結構異例中の異例かなというふうに思います。それだけですね、藤川球児投手というですね、存在が大きかったということと、影響力がですね、やっぱりあるということなんでしょうね。で、実際にですね、何をするかということなんですけれども、特別補佐ですから、いわゆる何でもできるっていうですね、そういった肩書きになるわけですね。スペシャルアシスタント、英語で言うとスペシャルアシスタントっていう形になります。で、スペシャルアドバイザーっていう形にですね、メジャーとかではなった選手もいたかなと思うんですけども、松井選手そうやったんちゃうかな、スペシャルアドバイザーっていうですね、形だったと思うんですけど、アドバイザー、特別アドバイザーっていう形なんですけど、そこよりかは、さらにですね、一歩踏み込んで特別補佐ですから、特別な立場からアドバイスをするというところからは一歩踏み込んでですね、その運営にもう直接携わるぐらいのところまでですね、踏み込めるっていう、そんな肩書きだと思うんですよね。なので、もう本当に、藤川球児投手の影響力がですね、今後も阪神タイガースにですね、こう、大きく及ぼす、影響力を及ぼすという、そういう立場ですよね。で、実際にはですね、編成とかにもね、編成とか、ですね、あとはその、PR ですよね。そういったところに、すごくですね、その、期待をしているということだそうですね。編成っていうのはですね、今シーズンはもう大体来年の編成も終わってますから、今からね、やることってのはそんなにないと思うんですけど、例えばシーズン途中にですね、トレードとかですね、急遽補強とかですね、そういったことがあればですね、そこに対してアドバイスをですね、することもあるかもしれませんし、もしくは来年ですよね、来シーズンオフのですね、編成にこう携わることがあるかもしれません。僕ね、この間、日本シリーズでですね、その、ソフトバンク対巨人のやつ見てたんですけど、その時ゲストでですね、藤川投手がですね、ゲスト解説者として来られてましたよね。その時に、藤川投手のですね、解説を聞いて、すごくですね、理論的で分かりやすいな、っていう風な、風にですね、感じた記憶があるんですけれども、やっぱそれだけですね、現役の時から、ものすごく頭を使ってですね、いろんなことを考えながら情報を収集したりですね、それを自分の中で消化をしてですね、自分なりにいろいろと見解を自分の中で持ちながら、こう、プレーをしてたっていうのが本当にその話の端々から感じ取ることができたんですよね。なのでもう本当にですね、頭を使ってプロ野球をやっていた、そのことがですね、40歳までですね、これ第一線で活躍できたことにつながっていたっていうことですから、それをですね、今度は球団の運営であったりとか後輩のですね、育成にこう活かせるということですから、僕はですね、すごく適任だろうなというふうに思うんですよね、藤川球児投手に、とってはですね。で、阪神にとっても当然プラスになるでしょうし、で、それから、あと知名度抜群ですし、ファンも未だに多いですから、そういったですね、例えば球団の PR とかですね、そういったところにも当然一役買ってくれるだろうなというふうに思うんですよね。特にですね、僕が思っているのはですね、
やっぱり、その、若手のですね、ピッチャーの育成みたいなところにですね、やっぱり多少こうね、入ってきてくれたらありがたいなとは思ってるんですよね。結構有望なね、若手のピッチャー多いですよね。今、阪神ね、その、ちょっと前に高校生ばっかりね、ドラフトで取った年がありましたよね。一昨年かな。その時に入った選手がですね、結構、今年ね、二軍でこう頑張ってくれましたし、そのね、西投手とかですよね。あの辺が、及川投手とかですね、この辺がすごく頑張ってくれましたので、ここからもう一皮向けてですね、一軍定着して戦力になるためにですね、藤川球児投手のそのアドバイスとかですね、助言っていうのはすごくためになると思うんですよね。なので、そういったところもですね、積極的にこうね、こう踏み込んでいってくれたら個人的には嬉しいなというふうに思ってます。藤川球児投手もね、プロに入ってから苦労して、一流になったっていう、そういった選手ですよね。ドラフト1位でね、もうすごく期待されて入ったんですけど、最初はやっぱりなかなかね、プロで通用しないっていうのがしばらく続きましたよね。最初先発したけどもやっぱ全然ダメで、しばらくはですね、ちょっとこうね、くすぶってたみたいな、そんな感じでしたよね。2003年の優勝の時は一軍には上がりましたけども、結果残せずということで、2003年の優勝の輪にはちょっと入りづらいっていう、そんな感じだったと思うんですけど、その後岡田監督がですね、中継ぎに抜擢をして、そこで花開いて、2005年はもう本当に中心メンバーで優勝したっていう、そんな感じですから、やっぱりその苦労をしてですね、で、一流になったっていう経験してますから、今苦労してる選手に対してのアドバイスっていうのは、やっぱりですね、すごくできると思うんですよね。成り物入りで入ってきて最初から大活躍した人っていうのは、なかなかね、そういったその苦労をしている選手の気持ちってなかなか分かりにくいのかもしれませんけど、藤川投手なんかはもう本当にそういう時も気持ちが分かると思うんですよね。なので、あとはですね、その本当にもう心構えとかですね、そのプロとしての心構えであったりとか、ね、その準備の仕方であったりとかですね、まあ、そういったなかなかこう表に出てこない部分なんかも藤川投手はですね、すごくこう考えてやってたと思うんですよね。あとはもうその例えば、野球をやっている時間とですね、趣味の時間のバランスの取り方とかですね、藤川投手釣りが趣味なんですけども、本当に釣りもですね、結構コミットしてるんですよね。時間割いてやってるわけですよね。だからその辺の切り替えみたいなところもですね、藤川投手なんかはきっちりとですね、アドバイスもできるんじゃないかなっていうふうに思います。そのね、その人それぞれいろんなタイプがあってですね、金本選手みたいに、金本さんはですね、もう本当に引退するまで休みなんてあるかいっていう考え方だったんですよね。プロ野球選手にオフなんてないと。その引退するまで毎日がもう勝負やということで、オフっていうのは引退してから来るもんやっていう考え方ですよね。で、藤川投手は、そのね、趣味の時間は趣味の時間っていうことできっちりとその確保してやるっていう、そういったタイプですよね。どちらも結果残してますから、まあ、どっちが正しいどっちが間違ってるっていうことではなくて、それぞれのまあ考え方があると思うんですけれども、ちょっとですね、金本監督の考え方は、ちょっと今の若い選手には合わなかったんかなっていうふうに、ちょっとね、感じる面がやっぱありますよね。金本さんが監督になってですね、オラオラ系で行ってですね、結構、まあ、それで伸びた選手もいますけども、それでちょっと潰れていったというかね、ちょっと伸び悩んだ選手もやっぱいますよね。やっぱちょっと考え方がやっぱ時代によってね、いろいろあるのかなっていう感じで、今の若い子らに、金本さんのですね、考え方をガーンって行くと、やっぱりちょっとね、その拒否反応みたいなのが起きるのかなって思いますけども、そのあたりは藤川投手だったら、結構うまいことやってくれそうな気がしますよね。今の若い子でも、こうね、分かり合うことができるというかですね、うまく導いてあげることができそうな感じですから、そういったところはですね、藤川投手にこう期待を持てる部分かなというふうに思ったりもします。はい、なので結構ね、期待は僕はその球団にとってもプラスになるでしょうし、まあ、本当にこれ来年にかけるですね、意気込みっていうのは結構こういった人事からも感じることができるんですよね。以前も言いましたけども、もうね、来年も外国人8人体制で行くということで、本当にもう来年はもう優勝を目標にしているというのが明確ですよね。その若手を育成するんだっていうのがですね、目標だったら、外国人選手こんな取らないわけですよね。当然外国人選手を取ったら、そのだけ一軍登録の枠が減るしですね、支配下登録の枠も減るわけですから、ってなったらそんだけ日本人選手をですね、抱え込めなくなるわけですから、若手を育成してチームの底上げをするんだっていうですね、そういった方針で行くんだったら、外国人選手こんな取らないんですよね。外国人選手をこんなに取るっていうことは、もうこれはもう来年優勝というですね、明確な目標をこうね、メッセージとして発信をしているわけですよね。なので、そこにですね、こういう藤川投手のですね、こう特別補佐就任とかですね、こういったもう本当に、細かいところから全部こう埋めていくみたいな、そういった人事がですね、非常に、僕旗から見ててこう気迫を感じますよね。今シーズンのですね、
球団の、まあまあ、そのフロントですよね。球団フロントの気迫みたいなのを感じますから、この辺はですね、ちょっと今期待をしています。ちょっと例年とは違うなっていう、そんなですね、まあ、このね、例年こう期待を裏切られるっていうのもその、恒例になってるんですけれども、いやでも今度こそはですね、期待をできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ毎年そう思うんですけどね。まあでも今度こそは大丈夫じゃないかなっていうふうに思っております。で、藤川投手ですね、この球団特別補佐に就任っていうのが、まあ一昨日ぐらいのですね、ニュースでこう入ってきたんですけれども、今日かな、さらにですね、藤川投手来年はですね、NHK の解説者に就任するっていうですね、そういった、ニュースも入ってきましたよね。で、まあもちろんね、そのプロ野球選手でね、ある程度こう活躍した人は、引退したらですね、その指導者になるか、解説者になるかっていうですね、こういった、大雑把に分けるとですね、2パターンあると思うんですよね。まあもちろんね、指導者とか解説者になれる人なんて、ほんの一握りなわけで、ほとんどの人はもう野球に携われなくなるんですけど、ある程度ですね、現役での実績があるっていう人は、知名度があるっていう人は、大体どっちかになりますよね。指導者になるか、解説者になるか、もしくは球団の職員みたいな感じで、球団に残るか、まあこんな、大体このぐらいかなっていう感じですよね。まあ全くね、一軍での実績がないとかなったら、もう本当に、ね、違う業種に行くみたいなことになるんですけども。で、同じですね、解説者になる中でもですね、やっぱりなんかこうね、まああんまりその、明確にはなってないんですけど、なんかこの、どこの解説者になるかのですね、核みたいなのがやっぱりあるような気がしますよね。その、僕らだったら関西に住んでますから、関西のローカルのですね、テレビ局の解説者になるパターンもあるし、全国ネットのですね、例えば日テレなんかのですね、解説者になるっていうパターンもあるし、NHK なんかまたちょっとね、こう別格な感じがやっぱりしますよね。で、まあ、個人的にはですね、やっぱ NHK の解説者になるっていうのは、やっぱ特別な感じがするのかなっていうふうに、個人的には、そういうふうにずっと昔から思ってましたね。例えば原さんなんかもね、ずっと NHK で解説をやって、そこから巨人の監督になるみたいなですね、そんなルートもありましたし、大野さんなんかもですね、NHK で解説をされてましたし、与田さんなんかもね、NHK で解説されてましたよね。やっぱ NHK の解説者になって、そこから、監督になるみたいなですね。なんかそんな、なんかね、ルートみたいなのがあるようなですね。そんな感じもしますから、ここにですね、藤川投手がこう入るということは、もしかしたら藤川投手もですね、NHK の解説者から、阪神の監督みたいなですね、そういったルートに乗ってくるんちゃうかなっていうですね、そういった、未来へのですね、期待なんかも感じたりしてます。はい。ただですね、これなかなかこうね、まあ、どうなんですかね、その解説者ありながら特別補佐みたいな感じですよね。ってなったらですね、これ結構、あれですよね。解説者の立場、NHK の解説者っていう立場があればですね、いろんな球団いろいろ取材できるわけですよね。結構裏側のこととかもですね、取材をして回ったりが可能になると思うんですよね。他の球団のいろんなですね、情報をですね、これを手に入れてですね、で、今度はそれをですね、阪神の球団運営にですね、これ活かすみたいなですね、そんなこともできたりするんちゃうかなと思ったりですね、まあちょっとまあさすがにそんなにあからさまにそのね、スパイみたいなことはしないと思いますけど、でも本当に幅広くですね、いろんなところの見聞をこう身につけるっていうですね、そういうことができる立場を二つ藤川投手はですね、こう得たわけですから、本当にですね、これからの藤川投手の活躍がますますこう期待が膨らんでくるなーっていうですね、そんなこの昨日今日のニュースなんですよね。球団特別補佐と NHK の解説者ですから、もうおそらくこれ史上初でしょうね。球団にも席を置きながら NHK の解説者にもなるっていうことですからね。もう本当にですね、もともと持っている藤川投手のですね、知識とか経験にプラスですね、来年1年間はこの2つの肩書きをですね、持って、いろいろ、球界のこととかですね、球界内外のことをですね、吸収できるっていう、そういった1年になるわけですよね。できればですね、これをじゃあ今度は、阪神のためにアウトプットをですね、してほしいなっていうふうに、やっぱりファンとしてはですね、こう願うわけですよね。まあ、当然ということは監督っていうことをやっぱ期待してしまうんですけれども、藤川投手だったらもう十分監督はできるかなというふうに思いますので、まあ本当にですね、こういった意味でも来年以降のですね、藤川投手の動向なんかも結構ですね、気になりだしてきましてですね、ちょっとこの後もですね、注視していきたいなというふうに思っております。普通ね、引退したら裏方行きますからね、さすがにそんなね、引退したら次の年すぐにこうね、注目を浴びるということはあんまりないんですけども、やっぱ藤川球児投手レベルになるとやっぱそういうね、引退してすぐにまた新たにみんなの注目を浴びるみたいなですね、やっぱそんなことになってくるのかなっていうふうに思いますよね。
なのでですね、ちょっと来年のですね、藤川球児投手の活躍にもですね、また期待をね、していきたいなというふうに思っております。はい。でですね、他にですね、入ってきたニュースというとですね、トライアウトを受けた新庄剛志さんがですね、まあ、NPB からは声かからなかったんですけどですね、独立リーグの新潟から声かかったっていうですね、そのニュースが飛び込んできましてですね。で、まあ、新庄さん本人は NPB 以外ではやる気ないよってもともと言ってましたし、SNS でもですね、ちょっとまあ、やんわりと断ってるみたいなコメントをですね、出してますけれども、これもですね、どうなるかですよね。こう、サプライズあるかもしれませんね。もしかしたら、独立リーグでですね、こう、来年プレーするみたいなことになるかもしれませんので、ってなったらまたね、話題性がありますよね。なので、この辺もですね、ちょっと、まあ、阪神の話題ではないんですけど、元阪神にいた選手ですからね、やっぱり、阪神ファンの皆さんもですね、結構気にはなってるんじゃないでしょうかね。なので、本当にですね、もう、新庄さんなんかもう本当に 1% の確率でもあれば突き進んでいくっていうね、そういったタイプの選手ですから、人ですから、もしかしたら来年ですね、独立リーグでこうね、プレーをしてですね、そこで大活躍をすれば、そこからまた NPB っていうですね、そういった可能性も泣きにしもあらずやなというふうに思いますので、この辺もですね、まあ、ちょっと、見ていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、そういうことでですね、今日はまあ藤川球児投手の来年のですね、活躍についてこう話をさせてもらったんですけれども、まあ、今日はこのあたりにしたいと思いますけれども、またですね、明日何か動きがありましたらお話をしたいと思いますし、ちょっとね、年末に入ってきたんで、さすがにですね、動きっていうのは、一旦ですね、収まるのかな、落ち着くのかなっていうふうに思います。契約更改なんかもね、もうこの時期はそんなにあんまりね、動きは一旦止まるでしょうから。で、阪神はですね、今年はその、越年するっていうですね、何か課題が年越すみたいなのは、なかったですよね、比較的。全部スムーズにいってますよね。契約更改もそんなにですね、揉めてるっていうのは今年は阪神聞きませんしですね、あんまり。それに、外国人選手のですね、新外国人選手とかですね、残留、スアレス投手残留交渉とかですね、これ全部年内に終わってますから、非常にここ近年になくですね、スムーズなオフを、こうね、過ごせてるかなっていうふうに思います。この辺ね、フロントがきっちりしてるんでしょうね。新しいフロントのメンバーはですね。なので、このですね、今のこのスムーズな感じで年越してですね、来年に向かって準備していければですね、来年はいい形で滑り出せるんじゃないかなというふうに思ってますので、これますますですね、来年に期待をしていきたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今日はこのあたりにしたいというふうに思います。また明日ですね、何かお話をしたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、最後までお話を聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。